日本埼玉県埼玉市桜区山、久保山久保は、埼玉県埼玉市桜区の町名。現行行政地名は山久保1丁目、山久保2丁目及び、大和山久保。頂点は住居表示実施済み。郵便番号は338-0821。埼玉市桜区東部の大宮台地上に位置する。北側から東側にかけてを中央区鈴屋、南側を中島。 西側を、英和や中央区上峰と接する。また、荒川系外地の秋ヶ瀬公園中央部付近に、飛び地として、大和山久保があり、主に農地として利用されている。地内は飛び地を除いた全域が市街各域で、純工業地域に指定されている。埼京線南与野駅にも近く、宅地化が進むが、 山久保市から六号生産緑地地区として主に田、などの農地も残されている。地区の生誕を、国道17号新大宮ワイパスや、その上部を首都高速埼玉大宮線が、南北に通り、また一丁目と二丁目の境となっている国道463号は、浦和市街に抜ける大通りとして、交通量が多い。元は、江戸期より存在した武蔵国安達国与に属する。 山久保村であった。平野源に、持ち天神殿の飛び地を領していた。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園墓では24国、玄禄豪町では25国、天保豪町では31国。活性期の世帯数は6件で、村の規模はおよそ東西二町南北一丁、余りであった。2017年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。北浦和駅西口や南与野駅西口方面からの路線バスが運行されている。埼玉市コミュニティバスは山久保方面へは運行されない。ありがとうございます。